ミンスクワールドは中華人民共和国関東昇進戦支援電区に位置する軍事テーマパーク。このテーマパーク最大の特徴は1978年に浸水したソビエト海軍の航空母艦、キエフ級の2番艦、ミンスクを博物館として使用していることである。ミンスクは全長284メートル、基準排水量4万3000トンという中型軍用艦艇で、 冷戦時代末期、ウラジオストクのソ連太平洋艦隊に配属されており、たびたび、津島海峡などを航行する姿が報道されたため、当時の日本におけるソ連脅威論の拠りどころの一つとなっていた。しかし、ソ連時代末期の経済破綻による軍事費削減の煽りを受け1991年、ゴロ退役し、長らくロシアの沿海地方の港町、 ナホトカやソビエツカやガバニに経流されていた。1995年に大韓民国の企業にスクラップとして売却された。後に1997年中華人民共和国の企業に売却された。当初は中国が航空母艦として運用をもしくは建造の参考にするために購入したとの憶測もあった。その後1999年に火災で全焼するなど、 右翼曲折があったが、最終的には、新選手で軍事テーマパークとして使われることになった。環境付近の現状2000年6月にミンスクワールドの名でオープンしたが、運営は、経済的自由で不安定で開館、閉館を繰り返していた。2005年に運営会社の親会社が倒産した影響でミンスクワールドも破産した。その後、別会社が買い取って、 テーマパークの運営が続けられている。2016年1月に完全に閉園することが決まった。2016年4月、ミンスクワールドからミンスクが撤去されていることが現地にて確認された。ミンスクは、長山市で整備を受け、新しい空母展示公園を建設する計画のために、南通市に開港された。この公園は、 疎通長校航路大橋の北岸付近に2017年に開園する予定で、ミンスクも橋の近くに経流されている。しかし、中国5番、ウィキペディアの当ページの記述によると計画は支援しているということである。前方艦板は各種のミサイルで埋め尽くされており、航空機はソビエト連邦由来の中国版ミック -21 である j 7戦闘機の初期型や、 中国版ミック -19 である J-6 をもとに開発されたス5攻撃機、ソ連製の練習戦闘機ミック -23UB、ソ連製のヘリコプターマイ -8 ス二 -24 が展示されている。館内にはソ連製のミック -23BN 戦闘爆撃機も展示されている。また、陸上にある広場にも展示品やアトラクションが存在する。 多数の航空機展示物を要するが、ミック -23 やミイ -24 のような、海外から展示用に取得した機体を除き、他は全て自国製の機体であり、ミンスクで実際に運用されていた約マイナス38やかマイナス27などの艦載機は一切展示されていない。東博物館は、新鮮市東部に位置しており、大砲湾に面している。そのため新鮮の中心部からは、 タクシーないしバスしか交通アクセスはなかった。ありがとうございます。